幸せでめでたいね。そんな言葉で片付けられるか。違うだろう、わかるだろう。終わりにしようと続きは捨てたけど、それがバッドエンドで仕方ないなんて言わないぜ。まだここにある、終わりにできない思いが、産声を上げ続けるこの場所に終わりなんてないぜ。バカにされたって食いしばれたのは君がいたからなのに、君の声を